皆さんこんにちは。ここは富士山のふもとにある富士吉田キャンパスです。大自然に囲まれたとっても気持ちのいい場所で昭和大学の1年生が暮らしています。どんな学生がどのような生活を送っているのか、一緒にキャンパスライフを覗いてみましょう。昭和大学は医学部、歯学部、薬学部、保健医療学部の4学部が揃う日本で唯一の医系総合大学です。医療現場で求められるのは患者さんを思いやる心と、医療人同士が助け合うチーム医療の精神。富士吉田キャンパスの学生は学部の垣根を越えて1年間の共同生活を過ごし、医療人に必要な精神を養っていきます。男子寮は白樺寮と赤松寮があります。女子はスミレ寮とユリ寮で寮生活を過ごします。では早速男子の部屋を覗いてみましょう。あー、いたいた。こんにちは。こんにちは。皆さんは同じ学部の学生さんですか？いえ、違います。僕は医学部です。歯学部です。薬学部です。保健医療学部です。へえ、みんなバラバラなんですね。そうです。ルームメイトは4人1組で学習室と寝室をシェアしています。学部の異なる仲間が寝食を共にし、チーム医療に必要なコミュニケーション能力や思いやりの心、助け合いの心を養います。歯学部、薬学部と看護いることで、その専門的な科学の分野であったり、歯のことだったり、医学以外にもいろいろな分野と関連しながらものを考えられるので、とてもいいなと思います。わからないところを教え合うっていうのもあるんですけど、何をやってるっていうのをお互い話し合うので、こうモチベーションが高まるというか、どれだけ他の学部が大変かっていうのもお互い分かり合えるので、自分も頑張らないとなっていうふうに思います。ではここで学生たちがどのような日常を過ごしているのか、彼らの一日に密着してみましょう。キャンパスの一日は鳥のさえずりとともに始まります。しっかり朝食をとる学生もいれば、まだ眠っている学生も。午前の授業がスタートしました。はい、それからですね、他にどういうことがあるか、堂々というのが充実した環境の中で、一般教養や多彩な講義、実習が行われます。どうしてですね、伝播という骨が健康とスポーツや運動の関わりを知ることも大切です。スポーツや運動を日常生活に取り入れて、健康的な毎日につなげるための知識と態度を持った医療人を育てます。こちらの教室では何が行われているのでしょうか。これは昭和大学が最も力を入れている4学部合同のグループ学習 PBL チュートリアルです。4学部の学生が連携して課題に取り組み、問題の発見や解決能力を身につけます。学部の異なるメンバーが同じ教室で学べることが大きな魅力です。これが食品に生育するときに産生される二次代謝生産、二次代謝産物です。カビだからって言ってカビ毒じゃなくて、もうなんか出た物質がカビ毒。カビカージュなんです。圧倒的にその食べられないものが多いので、まあそう
食べない方がいい、食べない方がいいと思います。ありがとうございます。グループ学習を通じて将来のチーム医療への基盤を作り、学年が上がるごとにより臨床の現場に近い課題に取り組んでいきます。さあ、しっかり勉強した後はお楽しみのランチタイム。広い食堂で食べる毎日3食の食事は栄養のバランスを考えたメニューで、健康面も安心です。これエビカツ丼、エビカツ丼です。食堂のご飯美味しいんで最高です。まあ、でもみんなで同じ時間に一斉に食べれるから、いろんな人と交流できていいと思います。食事を終えて一息ついたら午後の授業へ。教科の標的一本ポイントで、あと、リンパ節が、まあ、この血管の場合あったり、分業自体は効率的なのですが、性別で区別してしまうことは社会的に非効率的だと考えます。以上で発表終わります。午後の授業が終了しました。夕方4時半を過ぎると、あとは自由時間です。図書館で映画やドラマの DVD を借りることもできます。ねえねえ、どこか出かけるの？ちょっとお買い物に行ってきます。夜まで運行しているスクールバスを利用してショッピングに出かけることができます。食品から雑貨、ファッションまで何でも揃う学生たちに人気のスポットが充実しています。その他にもキャンパスの周りには魅力的な場所がたくさんあります。川口湖にあるオルゴールの森もおすすめの一つです。昭和大学は医療系の大学の中でもクラブ活動がとても盛んです。寮のすぐそばには広いグラウンドがあり、練習に打ち込める環境が整っています。また軽音楽部や管弦楽団など文化系のクラブも充実し、複数のクラブを掛け持ちする学生もいます。部活の汗は大浴場で流します。皆さん気持ちよさそうですね。もちろん女子のお風呂も広くて快適です。ランドリールームは各フロアに設置されています。インターネットはキャンパスのさまざまな場所で利用できます。また基礎体力の向上とリフレッシュを兼ねて、トレーニングコーナーで汗を流す学生もいます。素敵な音色が聞こえてきました。ピアノで奏でる演奏がみんなを癒してくれます。さあ、ラウンジルームを覗いてみましょう。他の部屋のメンバーとも仲良くなれるくつろぎの空間です。ラウンジは男子女子寮ともに各階のフロアにあり、テレビを見ながらみんなで盛り上がることもできます。こうして就寝を迎える夜10時まで、笑い声を響かせながら富士吉田寮の一日は過ぎていきます。6月、前期最大のイベント、寮祭が開かれます。すべての企画は学生たちのオリジナル。高木ちゃん、焼きそばお願いします。買ってください。
連日連夜準備して全力で成し遂げた後の達成感は忘れられない思い出になります。良祭が終わると再び授業に集中する時間がやってきます。多彩な講義や実習が多いことも昭和大学の大きな魅力です。夏休みに入ると学生たちは寮を離れ自宅に戻ります。9月にはいよいよ初年次体験実習がスタートします。チーム医療の学びとなる4学部合同実習では学部の異なるメンバーでグループを作り AED 操作や救急処置を体験します。立てよい、立て、施設実習や病院実習も4学部合同で行います。医療機器で患者さんの命をつながるので電源落ちたら大変。学部を超えた専門分野以外の現場を体験することでチーム医療のマインドと幅広い視野を養います。そうですね、いろんな職種の方がチームを組んで医療実践しているところを見まして、自分も医師を目指していますので、その先頭に立ってどのようなことをするべきかということを考えながら実習することができました。初めてそういう医療従事者側からの立場で見学させていただいて、患者さんと接するときに気をつける点とかそういうことも見れるようになったので、すごいそれは今後に役立つかなって思いました。学部別ではより専門的なグループ実習を行います。医学部では腕の模型を使って採血トレーニングや血液成分の分析法を学びます。さらに医療や福祉施設の実際の現場を見学する病院実習も行います。歯学部では歯科医院を見学し、患者さんに対する医療スタッフの対応や接し方を学びます。薬学部では植物介在療法実習を体験します。これは自然教育園で収穫した薬草やハーブの成分が人に及ぼす影響を調べる実習です。保健医療学部の産学科では医療、保健、福祉などの施設を見学し、現場の空気に触れ医療人としての自覚とモチベーションを高めます。大体月曜日は、4学部合同で必ず授業がありますし、金曜日は選択科目という形なんですけど、学部の枠を超えた授業っていうのをいろいろやってますね。僕は医学部なんですけど、その他の学部はまた自分たちはまた別のことを勉強してきているので、同じことをやっていてもその視点が違ったりして、またその新たな発見ができるというか、同じこう医療人を目指すものとして非常にいい勉強になりますね。やっぱりいろんな学部学科の子がいると楽しいです。やはりいろんな学部が合同にでやってるので、いろんな友達ができる、友達が多くできることは私は特に嬉しいです。キャンパスがイルミネーションに包まれた聖なる夜。メリークリスマス。2日間にわたってクリスマスパーティーが開催されます。残りわずかな寮生活に悔いのないよう、学生たちは思いっきりイベントを楽しみます。そしていよいよ大寮の日。寮館さん、1年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。1年間ありがとうございました。
みんなと過ごしたかけがえのない思い出を胸に、キャンパスに別れを告げて寮生たちは巣立っていきます。医学部、歯学部、薬学部の学生は2年次になると旗の台キャンパスへ。保健医療学部は横浜キャンパスで新たな学生生活を迎えます。なんかすごい緊張していて、まず同じ部屋に4人、一つの部屋に4人もいるって聞いて、仲良くできるのかもすごい不安でしたし、まあ、山梨って聞いてそもそも非常に遠いじゃないですか。なので本当に不安でいっぱいだったんですけど、入ってみると本当に良かったので、あまり不安に思うこともないと思います。毎日修学旅行みたいな感覚で過ごさせていただきました。やはり時間が多く取れることだと思います。通学時間もわずか徒歩5分ぐらいになっておりますので、その通学時間を自分の自由な時間、例えば友人とご飯食べに行ったり、テスト前だったら友人と一緒に図書館で勉強したりなど、さまざまな使い方ができました。昭和大学は次のような学生を求めています。常に真心を持って人に尽くす意欲と情熱のある人、チーム医療を担うための協調性と柔軟性のある人、医療や健康に関わる科学に強い興味を持つ人、自ら問題を発見し解決する積極性のある人、医療を通じた国際社会への貢献に関心のある人、1年次の全寮生協同生活学習に積極的に取り組める人、共に笑い共に支え合い、チーム医療に最も必要な思いやりと助け合いの心を育む協同生活、富士吉田キャンパスは医療人を目指す君たちを心よりお待ちしています。